はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。ではポケット戦国続きをプレイしていきましょう。少しだけですね、話を進めてまして、今はですね、堺を支配下に収めようということで進めています。では堺の方に出兵していきます。で、堺の方に出す軍勢なんですが、まあ、一応ね、総攻めということで、ほぼほぼ全軍を率いて出陣していきましょう。まあ、堺が落ちるのは時間の問題だと思うので、まあ、堺は置いといてですね、堺の後、ここ、伊賀の上野城、桃地三太夫が治めるこの上野城に、北畠が攻め入っているので、これはね、ちょっと見過ごせないと、これ以上北畠が大きくなるのは困るので、堺を落としたら即座に軍勢を出していきたいと思います。で、堺から軍勢が出てきたんだな。じゃあここは海戦で一飲みにしましょう。で、あとはですね、筒井順慶と少し吉見を通じておきたいかなというのもあるので、そのあたりもね、見計らっていきたいかなとは思います。ではちょっと陣形をね、組んでいきましょう。ちょっと久しぶりなんで陣形がすっかり忘れてしまってるな。こんな、いや違うな、こんなところでいいかな。まあ鉄砲がね、今光秀と信長が鉄砲隊率いているので、この2つはね、うまく利用していきたいかなと思うんですよね。さあ射程に入ったら撃って撃って撃ちまくりましょうと。で、一部隊壊滅させたので、信長を少し向きを変えさせますと。そしたら勝家を後ろから騎馬突で粉砕していきましょう。で、秀吉がちょっとピンチなので、秀吉をね、後ろから救うという意味で一気に蹴散らしていきます。でだ、ここで敵の騎馬突が来たので、なりまさで防いでもらいたいけど、吹っ飛ばされたか。結構な数吹っ飛ばされてますね。さあ、そしたらここは逃したくないので徹底的に打ち払いましょう。よし、これで堺の国衆というか町衆というか雇われ兵は完全に壊滅するでしょうというところまで来ましたね。堺を手中に収められればだいぶ変わるんだけどな。じゃあ表情、ごめんなさい、表情を開いて、どうしようかな。まあ、親善しておきますか。もっとお金がないか。よし、堺落としましたね。そしたら彼らは全部釈放しちゃいましょう。まあね、雇い入れるだけのお金はないんで、でも天海だけは雇うか。天海は仲間にならないか。じゃあ釈放しましょう。お金がないんでね。
これをそしたら観音寺に入れましょう。軍勢を観音寺に移動させて、伊賀攻めに入りましょうか。で、堺を手に入れたことによって鉄砲の技術がもたらされたと。これ大きいですね。鉄砲をね、手に入れることができたというのは非常に大きい。では軍勢を伊賀に入れたいけど、どうだ、伊賀に入れるにはちょっとばかし。士気が足りないかな。で、軍勢に関しては減っているので、少しだけ、いや少しだけというか普通に徴兵していきましょう。で、軍事訓練を除いて城の強化を図り、ここも自動化しちゃいましょう。特にはいいかな。で、注意しなきゃいけないの、おっと、北畑からお金が1万、これはでかいな、非常にありがたい。まず信玄なんですが、今同盟中なので信玄はいいとして、注意しなきゃいけないのがやっぱり、上杉なんですよね。上杉は注意しなきゃいけないので、で、安西に関しても同盟中で、徳川に関しても、まあ、まだ松平ですけどね、ここも同盟中なので、北畑となんとか同盟を結びたいなというところなんですよね。で、北畑と同盟が結べれる、べれば三好、筒井、鈴木、まあ、この畿内の方に戦力を集中できるという状況が作り出せるので、ちょっと戦略的にはそういう戦略でいきましょう。なので、親善の大使よこしてきましたけど、こちらも親善の大使を出しましょう。まあ1万円持ってきて5000円返すっていうね、半分返すんですけど。であとは、在野にいる武将で有能なのがいれば雇っちゃいたいんですが、誰かいるかな。信弘と刑事がいるな。信弘と刑事がいるので、これは雇いましょう。人材の登用ですね。信長自ら前田刑事を、あ、長松もいるのか。この辺りはもうまとめて雇いちゃいたいですよね。前田刑事、さらに人材の登用で、まあ光秀あたりを派遣して、長松、まあ、血縁者なのでここはお金がかかりませんと。で、さらに信弘もいましたよね。信弘はじゃあ秀吉に行ってもらいましょうか。まあ人材はね、ただで雇える人材はいくらいても困らないというか、お金がかからないならいてほしいので。犬以上だっけ、そうだね、信弘がいるんで、血縁者なんでお金はかかりませんというのを前提に雇い入れた上で、軍勢の徴兵をしていきます。北畑とはもう本当に親善でいきたいので、桃地三田尾が攻撃に入ってきたか。じゃあここはこちら出頭しても、そういうつもりで引かないといけないわけだな。刑事が登用に成功したと。で、池田城へ森義成を移動させて、光秀のおかげで長松、裏臭いが入っ
て、藤吉郎、まあ、秀吉のおかげで信広が仲間に入ったと。悪くないですね。やっぱり酒井がね入ってくると全然お金の周りが変わってきますね。じゃあ上野城攻めに入りますか。上野城はね、なんて言ってもそっちの方から敵対姿勢を取ってきましたからね。刑事も連れて行きたいな。刑事はただ兵の数がまだ整ってないかなという感じはあるけどね。で、ここにあとは、長益を移動させましょう。で、長益は北畠との親善にガシガシ力を発揮してもらいたい。いや、信広にそれは任せて、そうなるとどうしようかな。筒井純慶のところに足しげく通ってもらいます？それとも最前線の岸和田城に入れましょう。で、ここは神前でちょっと上杉家との様子をちょっと見ましょう。どのくらいに同盟を結べる可能性がどれくらいあるかと。織田家は我が敵木曽家の同盟国ということは、まあこれつまり武田と同盟だっていうことですよね。木曽家は武田の、まあ、従属下にあるんで、謙信からするとそこに同盟は結べませんということだな。ってことはやっぱりここは警戒していかなきゃいけないところということになりますね。いつ戦端が開かれてもおかしくない池田城は。となると城の強化は分かりましょう。ああ、お金がない。城は落としましたね。桃地貞夫か。人材としては惜しいけどな。伊賀の土豪で、伊賀流忍術の僧。どうしようかな。石川五右衛門の師とも言われると。信勝の伊賀氏、あ、そうなんですよ。実はこの前タイに遊びに行った時ですね、忍びの国っていう映画を見たんですけど、それがねこの辺りの伊賀の国と信長たちとの戦いを、まあ、描いているものでしたけどね。じゃあここは釈放しましょうか。さあ全軍をでは堺に移動させましょう。で信広には何をさせる。お金がないね。お金が入るのを少し待ちましょうか。そしたら全然お金が回らないね。さあお金が入ったらまずは前線の城の強化をしていくと同時に北畠との同盟を目指しましょう。北は上杉に備えるっていうのがね重要ですね。城の強化ですね。5000使って城を強化しましょう。んであとは忘れずにやっておきたいことがいくつかあって、信広には何をさせるかというと神前ですね。おっと
まあ2000でいいかな、とりあえず。北畠に使者を送り、あと筒井順慶とか、この辺りがどうなってるかですね。ちょっと様子見てみますか。信兼に親善で2000使って筒井に使者を送ってみましょう。親善が36か。まだまだ同盟結びには時間がかかりそうですね。これはね。で、北畠とは同盟が結べそうな感じが見えてきたかな。あるしね。では、堺にいる部隊には徴兵をかけていきたいけれども金がないと。できればもう次のターンあたりではしっかりね、北畠と同盟を結びたいところですが、おお、1万円も持ってきてくれた。よし、これはね、本当にありがたいですね。そうすると何ができるかというと、親善で、筒井家あたりに親善を行いましょうというのと、あとは、まあ、いざとなった時のために、城の強化ですね。最前線になるようなところは強化をしておきたいなというところですよね。式山町も強化をして、長秀がいるここも牧島ですね、ここも城を強化しちゃいましょう。で、次のターンでお金が入ってきたら、同盟をね、結びに入りましょうか。で、これで秀吉と名乗ることになりましたということで、秀吉になりましたね、ついに。まあ、何としてもね、北畠とは同盟を結んでおいて、戦力を上杉と、あとは近畿方面、畿内方面に集中したいんで、そこですよね。池田城の強化はまだ終わってないね。となると、最優先でやりたいのが北畠の同盟ですね。あとは筒井順慶ですね。順慶のところに行きたいけど、岩永秀は今何かやってるっていうか普通にやってるんで、そしたら信長自ら行きますか、親善に。56まで来ましたね。これ信長行かせた方が効率がいいな、やっぱり。同盟交渉は失敗に終わったが、まあ同盟交渉を、まあ、引き続きやるしかないね。二俣城と野田城の籠城戦ってことは、これ武田と
家康が戦ってるって感じかな。資金援助、まあ、2000出してあげましょう。本願寺と今戦いたくないですからね。やっぱりね、お金がね、結構な勢いでゴリゴリ減っていくんで、お金をうまいこと管理していくっていうのが一つポイントになりそうですけどね。資金上96でいいならあげましょう。たった96でね。おっと、北畠から来たな。真下長森、まあ、後の豊臣五奉行の一人ですね。同盟結びましょう。よし、これで北畠はほっとけるな。で、北畠がほっとけるとなったら、引き続きここの池田城はガリガリ強化していって、あとは筒井だな。筒井家とうまいこと同盟関係が結べれば、鈴木攻めを先に敢行しますか。鈴木攻めを、さあここでお金が入ってくるので、ここも信長自ら親善に行っちゃいましょう。しかも5000円持って筒井順慶のところに行きます。で、補完は大丈夫なんだよね。特に徴兵系のところが心配なんだけど、いざ合戦になった時にみんな兵が集まりきってませんとかっていうのだけは避けたいんで、みんな一応満帆にはなってるでいいのかな。有効度がプラス40、やっぱ信長だな。信長自ら外交に出るのが一番いい。しばらくはちょっとね、皆さん退屈されてしまうかもしれないんですが、合戦に勤しむというよりかは外交ですね。しっかり外交をこなしておいて、北畠と同盟を結べたので、筒井順慶と同盟が結べたら鈴木攻めですね。この鈴木攻め、鈴木を攻め取りましょう。そうすれば畿内はほぼほぼ信長の勢力圏に入るので、そしたら京都を攻め取りますか。京都はね、いつでも取れる状態にはなってますからね。本願寺の資金所639でいいなら全然出しましょう。あとは北畠に対してはもうそれ親善って言ってもね、そんなには必要ないんで、ここは秀吉に2000円持たせて親善に行かせましょう。つついに、ね、これで100にはなるはずなんで、あとは城の強化ですね。おっと、城の強化ができないと。城の強化ができるのは信兼も無理。あとは丹羽長秀はまだ戻ってなかったよね、今見た感じ。そうだよね、堺からまだ戻っていない。常ちゃんは、つねちゃんは、岐阜か。結構みんな、せこせこ働いてくれてる感じかな。半兵衛はというと、
大垣で新年開発中か。しょうがない。じゃあこのまましましょう。お金も減らないなら減らないでいいですし、いいですからね。んで、ここで100になったんで、逆にここで信長自ら同盟を結びに行きますか。5000円持って、これで同盟が結べちゃえば満を持して、よし、筒井と同盟結べたね。筒井と同盟が結べたら鈴木家と開戦するか。で、それにあたっては瀬田城と牧島城、この辺りは強化しておきたいかな、白をね、少しばかり。さあ、機内は安定化のために、そしたら、大名情報を見ておきましょう。鈴木家ですが、総兵力5000か。これは、人のみにできるな。はい。では、ちょっとね、キリがいいので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、鈴木攻めと、あとはここの京ですね。いよいよ京を攻め取っていきたいと思います。で、京を取るときは比叡山か。比叡山。本願寺。鈴木さえ完全に滅ぼせば、敵対勢力は、三好、比叡山、本願寺になるんで、まあ、本願寺と延暦寺はね、行ってもね、拠点の数は1個しかないんで、どうにでもなるし、三好ももう弱体化の一歩なんで、鈴木家を確実に潰せれば、なんとかなるかなっていうところですね。で、武田は同盟を結んでるので、まあ、取り急ぎというか、この差し迫った危険はないかなというところで、池田城ですね。この池田城を強化するっていうのを早急に進めていく必要がありそうかなというところになると思います。ではこの続きは次回プレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。